レゴブーストのモデル、ロボットのバーニーで遊んでみよう。無料のアプリを立ち上げて、ロボットのバーニーを選択してね。他のモデルを作っていたら、一度バラバラにしてね。アプリ上の説明に沿って、バーニーを一から組み立ててみましょう。そして、本体の緑のスイッチを押して、バーニーとアプリを連携させてみよう。Hello. My name is Bernie. 次に、アプリの指示通りに、プログラムの動作を意味するブロックを緑矢印、スタートボタンの後につなげます。さあ、スタートボタンを押してみましょう。バーニーが首をかしげてるよ。なんと、首が右に左に動いていますね。続いて、次のステップを選択。バーニーの足の部分を組み立ててみましょう。さあ、できた。ローラータイプの可愛い足がついたよ。今度はどんな動作になるのかな。アプリの誘導通りにプログラミングして、緑矢印、スタートボタンを押してみよう。すると Let's get started. あ、喋ったよ。指示通り動いた。さて、続いてのステップは、画面の組み立て説明通りに残りのパーツを使って組み立てていくと腕の出来上がり。そしてアプリの指示通りにプログラミングすると、今度は握手がスタート指示になり、ハローと喋る動作を組むことができたよ。こんな風に一つ一つのステップをアプリの指示通りにクリアしていくことで、動作のプログラムがどんどん増えていき、バーニーの動作を自由自在にプログラミングできるようになるんだよ。それでは他にどんな動作がプログラミングできるのか見てみよう。次のステップを選択して、また残りのパーツを使って組み立てていきましょう。バーニーの肩部分にダーツの矢のようなパーツを取り付けて、アプリの指示通りにプログラムを組んでみましょう。そして緑のスタートボタンから矢を放つ動作を選んでスタートさせると、なんとダーツの矢を的に見事に当てることができるんだよ。的当てを楽しむときは、周りのお友達や自分の顔や目に当たらないように十分注意して遊んでね。レゴで組み立てたモデルを自由自在に動かせるレゴブースト。みんなも遊んでみよう。